おはようございます。いい加減配信、無責任 YouTuber、 UFO チャンネルの UFO です。今日は本当にもうなんていうのか、未来少年コナン、コナンとか宇宙少年エスパーでしたっけ、なんかそんなキャラクターみたいな髪の毛がちょっとシュワッていっちゃいそうです。3月4日土曜日、友引きです。13夜、月が随分明るくて大きくなってましたですね。ちょっとおぼろ月な感じでしたけど、今朝もバイトありまして、できました。土日中心なんで、ちょっとのことなんですけどね。2時間ちょっとのことなんですが。で、何言いましょうかね。私はこの、今年63歳なんですね。9月が来ると。で、まあそこそこ、まあ折り返しというか、そろそろもういろいろ整理してあっちへ行く用意をしなきゃいけない感じになってきてるんですが、ここ最近小説とかまとめて昔のあったことを元にして書いているので、振り返りも多いんですよね、人生の前半のね。で、一番思うのはやっぱり、まあ、今世が、生まれ変わり、出変わりがあるとしたらですよ。今世は、やっぱり人との関係を一番大事にして、それを課題に、自分にね、宿題っていうか、してきたような感じで、子供の頃は本当に自己中心というか、昨日谷川俊太郎さんの記事を読んで、あの人もあまりこう社会のことにどうでもよかったらしいんですよ。女の人のことばっかり考えてたって書いてありましたけど、女の人はあんまりそんなに、あれでしたけど、あんまりその、人間関係がよくわかんなくて、それを勉強しに来た感じですね。で、天理教の修養科っていうところは3ヶ月、港、行った時に、初めてそこで、ああ、いろんな人がいたんですよ。僕は割と真面目で、奥でね、引っ込み思案の方でしたけど、おじいさんからおばあさんから、自分と同じぐらいの年のやんちゃな子とかね、もういっぱいいたんですよ、その時は。100人、自分の詰め所で、詰め所っていうのは一緒にね泊まりするところですけど、で修養科っていう学校全体ではもう2000人ぐらいいたんじゃなかったかな。100年祭の時だったからもう40年ぐらい前ですね。そこでなんとなく感じてたのが、まあみんなそんなに大して変わんないんだということで自分と。それでまあ気楽になって東京で
1年花やかなところで勉強して、それは素晴らしくモテたりして、女の子にも婿さん、婿殿、婿殿って言われたりしてましたね。楽しかったですね。そんなのあって、で、まあ彦根で、老人ホームの仕事を始めて、そこで神さんと会って、えなに帰ってきて、彦根にいたら 5,6 年のことなんですけど、まああそこは第二のふるさとって感じじゃない、琵琶湖はね。なんか接続が不安定で出た、大丈夫ですかね。自由な感じにやってるんですけど、それってのは自分が一人じゃないっていうことが分かったんですね。自分天才だなってすごく思ってるんですよ。才能豊かだ。日本人は謙遜を美徳にしますので、あんまりそういうことを言わないですけど、のある鷹は爪を隠すみたいな。でもそういう才能みたいなのは一人のもんじゃないんですよ。こう体に流れてるその記憶みたいなのがありますからね。遺伝子とか、こういう皮膚の細胞一つにとっても残ってるものは自分だけのものじゃないですよね。先祖代々から伝わってきたものとか。だからそれはすごく大事なんで、だからもっと誇っていいと思うんですよ、その才能っていうのは。みんなそれを気がつかないから、脳の細胞でも使ってるとか、本当ごく一部ってことらしいんですよね。それ使えば使うほど、つながっていくんで、自信になりますよね。そうすると、まあ、そこからまた、あまりこう、天狗になると、パンってやられますから、まあ、やられた方がいいんですけど、時々ガツンってやられると、そこでまた反省したりして、それは人間らしくていいと思うんですよね。で、僕ら、なんて言うんですか？思うようにならない世の中を生きてますけど、思うようにならないってことは、今の自分の状態がそうだから、そういうふうになんで、あまりそう、先を急がないってことですよね。一休み、一休みで。先長く楽しむってことなんで。でも、勇気はいりますよね。一言の勇気。昨日僕は神さんに、自分が三人の娘と二人の孫に恵まれて、本当に結婚できるなんて思ってなかったので、オスとしての、機能を使うことができてありがたかったって言ったら、何言っとんのって言われましたが、そういうふうに、こんな恥ずかしくて言えないようなことを言う勇気とか、一言いいんですよね。ありがとうでも、おはようでも。無視されますからね。平気で無視されますから。帰ってこなくても、ありがとうとか、おはようとかいう勇気ですね。それと、あと、立ち上がる勇気。もういい、起きたくないとかいう時でも、まあ、と思って起き上がる勇気とか、一歩踏み出す勇気ですね。それがあればもう、それだけで、もう一日生涯って言って天理教では言うんですけど、明日の、キリスト教でも明日何を着ようか、何を食べようか思い煩うなっていう、イエス様の教えがありますけど、
そういうことだと思いますよ。はい。一日一日を、今にいるっていうのは、なかなかその難しい、昨日話しましたけど、まあ一日ぐらいの中で、時々こう、今に帰ればいいんじゃないかっていうことですね。で、その時に、選択、あっち行こう、こっち行くっていう選択は自分の判断で責任を持って、勇気を持って、すればそんなに先、心配するようなことは全然ないと思います。今日はなんか、親父臭い感じで頭は少年ですけどそういう配信になりました。Have a nice day. Goodbye. UFO チャンネルお願いします。ありがとうございました。